皆さんこんにちは。おしゃれ着物が着たい久美子です。結局こちらの反物を自分でお仕立てをすることにしましたので、今から湯通しをしていきます。はじめにこちらの小紙の部分は切り取って、それから始めようと思います。先日着物カフェさんがお風呂場で湯通しをされていたのですが、ちょっとお風呂場が使えなかったので、小さい段ボールにビニール袋を敷いて、そこにお湯をためて湯通しをしようと思います。給湯器で43度ぐらいのお湯を入れました。で、端から少しずつ浸していきます。産地の方にちょっと見ていただいた時に、全体的な汚れ落とし、ほこり落としとかを兼ねて湯通しするのもいいかなっていうことだったので、お仕立てする前にこうやってちょっと一回さっぱりしようかなと思います。実は結構ね、匂いがしてたんですね、この反物なので。持ってるとくしゃみとかする時もあったので、これでさっぱりさせようと思います。全体がお湯に浸かりました。ちょっとお湯の温度が冷えた感じがしたので、少しお湯を足しておきます。はい、これで3時間ほど置きます。3時間ほど置いた後ですね、お湯はまだうっすらあったかい感じでした。で、見てください、このお湯やっぱりなんかちょっと濁ってますよね。結構汚れてたのかもしれません。こちらの1階をお湯を捨ててから、もう一度お湯をためて1回だけすすごうかなと思います。特に洗剤とかは使ってなかったですけど、ちょっと水があまりにも汚れていたので、もう1回だけお湯をためてすすいでから干していこうと思います。はい、それでは洗濯機で軽く脱水をして干しました。で、これもだいぶちょっと飛んじゃったんですけど、裏側から一回アイロンがけを一通りしたんですけど、その後がねすごく長いもので、アイロン掛けをした後重ねて避けておいたら、だいぶそれでシワがまたついちゃったので、着物カフェさんが段ボールに端から巻いてたのを思い出したので、私も真似して段ボールに端から巻いてみました。こうやって巻いておくと全然シワにならず、最後まで綺麗に巻けたので、これはすごくいいアイデアでした。着物カフェさん、ナイスな情報ありがとうございます。はい、で湯通しも済みましたし、これをねこれからお仕立てしていこうかなと思うんですけれども、一応参考にするのは、 YouTube で浴衣の縫い方を教えてくださってるソーソーさんの動画を参考に縫っていこうと思います。以前に少しお話ししたこともあるんですけど、私が、和裁で縫ったことがあるのが、子どもの浴衣とあと3歳の皮膚、七五三の時に着る皮膚、それから新栄さんで買った洗い針の反物で自分の着物を、一重の着物を1枚縫ったかな。あと昔20代の頃にも浴衣を1枚縫っていて、まあ大体なんとなく作り方はわかるので、やってみようかなと思います。はい、でこちらが私の羊弱ですね。こちらの寸法もソーソーさんの動画でどういう風に割り出してカットするかも紹介されてるので、すごくね丁寧で分かりやすいと思います。私の場合は
身頃の部分が身長足す11センチのを輪にして、まあ、大体3メートルぐらいのものを2枚と、あと襟を組みの部分がその身頃162センチから22センチ引いたもので輪を作って、それで1枚、大体これも3メートルぐらいですね。で袖の部分が53センチの輪で2枚なんですけど、これは49センチの袖丈の輪なので、私の場合は47センチで作る予定なので、あと2センチずつ減らしてもいいかなと思っています。全部を合計すると1140センチ 11.4 メートル必要ですね。一応この短物を測ったら12メートルちょっと長さがあったので足りそうな感じです。こちらでアイロンをかけながらいろいろよく生地を見ていたら、こういうなんかね、あの染めの剥がれみたいなのが何箇所かあったんですよね。ね、まあしょうがないかな、古いから何箇所かあったんです。これが私の場合はまあ新鋭さんなので、まあ、お手頃価格で購入できたので別にいいんですけど、メルカリとかでもね、古い有機の反物が結構いい値段で販売されてたりとかするので、やっぱり古いものを買うときはね、注意が必要なんだなって思いました。こちらはね、糸のね、ズレがあったんですよね。これうまくこう見えないところに隠して仕立てられるかちょっとわからないですけど、注意しておこうと思います。はい、というわけでアイロンがけも終わりました。匂いも取れてさっぱりした感じになりました。これからこちらの反物を仕立てていきたいと思います。では本日の動画は以上になります。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。